は何になりたいですか。いや本当にまずはあのいい選手を、はい、あの発掘というか探して発掘、はい、でこうトスで活躍してもらえて、はい、はい、まあいつかでも僕は個人的なフロンターレを戻ってきてほしいですよ。いや本当に本当にいつも俺ケンゴとかさヒロフとかさと話すんだけどさ、みんなフロンターレでこうやってしっかり活動してくれた選手たちはいつか一緒にみんなでやりたいなと思ってるし、まあ、それも考えてください。はい、まあ、あの突然のことも頑張ってほしいですけど、まあ、みんな喜んでくれてるけど、ありがとうございます。だってフロンターレが好きでしょ。って大好きです。はい、そうそうそう、もう最近見るとこは好きだよ。大好きです。まあ井川君はね、はい、こうどうするんですか。だって監督もやっててライバーやってて、香港はですね、はい、あの J リーグの認知度と興味度が日本に次いで一番高い都市と言われてます。なんで街を歩いてるのは本当に J リーグのユニフォームを着てる方と日本代表のユニフォームを着てる方が本当に大勢いらっしゃってて、しかも今日香港からサポーターも来てくださってるんですよ。で僕が所属してたイースタンロングライオンズのファンの方が僕のことを応援してくれてて今日来てくれてます。なのでそういうのいいね。大きな夢としては香港と日本の架け橋っていうことをちょっとやってきて、いいよ、じゃあフロンターレ香港支部をちょっと立ち上げて、いや本当にちょっと定期的にツアーで送ってもらえる、はい、そうしたいっていうのが夢なんですけど、はい、なかなかそのやっぱ海外のうちでそれをまたね根を張るっていうのは結構難しいので、まあ、皆さんのご協力がないとなかなかうまくいかないことなので、あとはさ、フロンターレのサポート香港に将来旅行に行ってますからさ、その中で天井にやればいいじゃん。いや本当にあれですよ、僕 の, そのランズベリーの試合にフロンターレのサポートが来てくれてるんですよ、うん、来てくれてるんですよ。本当にしかもあのプロテストの中、あのデモの真っ只中に来てくださったんですよ。まあ、ちょっとこの騒動落ち着いたらね、はい、また行けるようになると思うし、そうですね、はい、じゃあ騒動落ち着いたら、はい、一つ一つフロンターレサポーター香港に行くツアー、右側の試合見るツアーで、美味しいものをちゃんと食べさせるツアー、あ、お願いします。はい、します。いや、それで行きたいですよね、みんなね、そういうところだね。ということで、ね、まあ、この3人がこの後ピッチで挨拶しますので、あんまり長くやるとまた俺がテッサン投げよって言われてしまうので、はい、終わりにしますけども、じゃあ皆さんこの後まずピッチの方に喋る前にまずスタジアムに入っていただいて、あとは今季のフロンターレ戦を期待することを一言添えます。どうする、まあ去年ね3連覇伸ばした、まあ、ルヴァン優勝したけど全タイトルじゃないですか。ね、本当それぐらいに行きたい。気持ちとしては、ね、まあ、見てるのはあれですけど、でもやっぱり OB としてはさ、ちゃんと厳しいことも言うのも大事だから。全タイトルで、ね、期待します。いいと思います。タイは？これは非常に言いづらいです。言いづらいと思ったから。まあ、サガン鳥栖戦以外は勝っていただきたいと思います。はい、すごい、いいコメントとか今の立場をわきまえたよね。日川はでも同じですよ、ね、うん、黒木さんとも一緒で、うん、でも結果と内容が伴うような試合をしてくれたら、もう魅力あるサッカーはもちろんしてるんで、だからダントツでやっぱり優勝してほしいなと、無敗優勝とかね、してもらえたら、この本体の価値はないと思います。そのぐらいできるポテンシャルあると思ってるんで、俺はね、ちょっと去年アディショナルタイムのゴールが少なすぎたから、ハラハラドキドキして最後ゴール決まって終わるっていうのが、大体フロンターレ残り5分からアディショナルタイムにたくさん点取って勝つチームでしょ、だって。しかも、ね、向こう側に攻めて、向こう側に攻めて、左側に攻めて、だからそれをなんか落としみたいなと思ってるんですけど、まあ、特別な場所だと思いますし、はい、今後とも皆さん、この3人は、もちろん谷は谷で、サガンの仕事あると思いますけども、ぜひ皆さん声援を受けていただいて、黒は黒でね、スクールで頑張っていきますし、被害は本校で頑張っていくと思いますので、この後も絶大なるご声援をどうかよろしくお願いします。じゃあ、3人また立って挨拶しましょう。もう一回写真を撮ります。はい、